日本長野県松本市東内島内、大技島内は、長野県松本市の北西に位置する大技。松本市音楽文化ホール、平瀬公園、あずさ運動公園、長野町泉所中級学校、高松寺、松本トンネル、島内駅、エコトピア山田、ラーラ松本がある。国道147号沿いや、音楽文化ホール裏には、郊外型専門店や、商店が見られる。 大糸千円線には住宅が密集しているが、北部などは住宅と農地が混在している程度である。奈良井川と安佐川の川中島の内側であり、地名もこれによる。中世には犬飼氏が支配していたので、犬飼い島などと呼ばれていた。町村地区では、毎年、地元の小学生の手により、道祖神の色塗りが行われる。また、 毎年4月の竹宮神社の霊体祭では、市の無形民族文化財に指定されている、島内の鳥居居が行われ、また奈良川の東岸にある、鳥居山には、藤原時平を祀った大宮神社があり、同様の、鳥居居が行われる。属地名では、平瀬川西、平瀬川東、上平瀬、下、平瀬、高松、東高松、北方、町、東方、南中、 東中、犬飼神殿、新橋、新太を、小宮、松島、山田などが該当する。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。